これは苔がひどいから苔取り用のエビを買ったんだけど、ついでだからってことで初心者のくせに1匹1730円もする小魚を一緒に買っちゃったもんだから、急に水槽に緊張感が出て毎日その値段にビビってるっていう報告をするだけの動画です。こんにちは、いまちです。45センチ水槽の苔がすごいことになっています。苔の種類とかわからないんですけど、ゆら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 揺れてます。いつも思うんですけど、アクアリウムやってる人って、やれ黒ひげ苔とか青緑とか茶苔、卵巣、珪藻とかって区別つくのすごいですよね。僕いろいろ本見てるんですけど、全然わかんないんですよね。苔の種類が判別できるようになったら一人前のアクアリストなのかなーなんて思ったりします。ということで、チャームの通販で大和沼エビを買いました。水合わせ用のチューブが2本出ているのは、ついでに別の生態を買ったからです。まあなかなか大和沼エビだけの料金だと送料無料ラインに届かないので、ついでにっていう感じです。実は大和沼エビって初めて買ったんですけど、やっぱり苔取り能力はすごかったです。2日後には大量にあった苔がほとんどなくなってました。すごい。ちなみに45センチ水槽に10匹入れました。水合わせの時からちょっと怪しいなと思っていた個体が2匹いて、やっぱり翌日にはその2匹は星になっちゃってました。そしてこちらがヤマトと一緒に購入した1匹1730円もする生態です。3匹セットと1匹売りっていうのがあって、それぞれ購入して合計4匹買ったんですけど、別々の袋で届きまして、残念ながら1匹単体の方は試着してました。もうすぐに写真を撮って送ったので返金はされました。で、その1匹1730円もした小型の生態はドゥッカーのテトラです。テトラってつくくらいなので、カラシンの仲間です。あまり出回らないカラシンを珍しいカラシンってことでチンカラって言ったりするんですが、ドゥッカーのテトラもその部類に入るそうです。ただしチンカラって本当にたくさんあるので、その中ではまだかなりポピュラーな種類です。ブラジルのネグロ川とかウアウペス川っていうところが原産らしいんですけど、おそらく名前の由来は南米のアマゾンに生息する鳥ドゥッカーノと体色が似ているからではないかと思われます。まあ本当にどうでもいいんですけど、僕はこの鳥のイラストを SNS のアイコンにしています。見比べてみると本当にドゥッカーの模様ですね。色が鮮やかでめちゃくちゃ綺麗です。ただ1匹1730円は僕にとってはかなり高級魚なんで、水槽を見るたんびにちゃんと3匹いるか確認しちゃいます。まあもちろん値段で命に優劣をつけるつもりはないんですけど、より一層水槽管理に気が引き締まる思いになったなって感じです。なので今後も温かく魚たちの成長を見守ろうと思います。またネタになりそうなことがあったら動画にしようと思います。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。